驚きましたけどね、中曽根康弘さんが亡くなったと、私、あの人が死なないんじゃないかなと思ってたんですけど、亡くなりましたね、驚きです。旧海軍で働いてた方ですよね、海軍出身で、その後内務省もやったんですけど、内務省ってすごいですね、戦争終わってから GHQ の指令で亡くなった地方とかね、そういうのを司る、警察が司るような省でしたけども、その中曽根さんについてですね、墓場まで持っていくという話が出回ってまして、それについてネットでちょっと調べてみたら、やっぱり間違ったことがいっぱい出回ってますんで、私からですね、皆さんにお知らせしておこうと思うんですけども、中曽根さんが、日航123便の、墜落事故の真相について、これは墓場まで持っていくという発言をしたとされてるんですが、そんなことはね、ありません。そうじゃなくて、中曽根さんは、国鉄の分割民営化の、目的、真の目的について、墓場まで持っていくのだという話をしたんですけど、正確にはそれもちょっと違って、国鉄分割民営化の真の目的を墓場まで持っていくつもりだったのだけれどもと言いながら話したことなんです。つまり墓場まで持ってってません。そのことについてはね、123便のことについて、真相を知ってたのか知らないのか、そういうのは知らないですけども、国鉄分割民営化というのは、もともと国鉄の赤字があまりにもひどいので、民営化して、それで改善しようと、そういう建前で済んだんですが、実際には今でもね、JR の中に多少まだ残ってはいますが、国鉄労働組合とか、動力者組合とかですね、そういう労働組合が、あまりにもなんていうかな、ストケンストとか、順法闘争とか言ってですね、政令201号、公務員のね、政令201号って今ないらしいですけど、公務員の、ストライキ権がないというのを、無視してストライキをしまくったりとかですね、もうなかなかひどいことをやっていて、出張しないのに出張者手当をもらったりとかね、空出張とか、闇手当とか、そういうのは有名な言葉ですけども、そういうのをやって、腐敗しきっていたので、その国鉄の労働組合を、解体するために、分割民営化というのをしたのだということを、JR になってから、だいぶしてからですね、言ってるんですよ。僕、これ高校の時にね、夏休みの宿題で、このことを動画じゃ、宿題の作文に書いたんですけども、そんなことはね、一応それを覚えてて、で、ただ一方で、日航123便事故の、となんか間違えられてるっていうんで、これお伝えしていこうと思う。でも、中曽根さんっていうのは、歴史だったからね。歴史がなんか一つ終わったというか、時代が一つ終わったっていうかね、びっくり。今、いつまで生きてるんだろうとは思いながらも、そう簡単には死なないんだろうなと思いましたが、ついに亡くなったということですが、別になんか中曽根さんに対してお世話になったこともないですし、正直国鉄分割民営化以外のことについて私もよくわかりませんが、ともかくですね、そういうことだったのかと思って、ある種記念の動画でもあります。こんなところでいいですかね。これ以上特に私も中曽根さんについて存じ上げませんが、国鉄分割民営化をやった人ですよ。それがなくなった、また国鉄が遠くなりますね。じゃあどうもありがとうございました。